人もそうですけど、でも自分の中では結構サッカー感は変わった気がして、なんかボールに関わることが増えたし、こういうシンプルなサッカーも面白いんだなっていうのを感じたことが良かったですね、自分の中で。そのやりたいことは、変わんないし、ミスをそんなにとやかく言うこともないし、本当にポジティブなことしか言ってくれないんで、すごくこう選手としてもやりやすいし、なんか本当にサッカーにこう向き合えるメンタリティーだったりっていうところは持ちやすいんじゃないかなっていうのは感じますね。そうですね、結構こうスピーディーに紅白戦だったりっていうのは最初からできてたし、こんな速いこうテンポでできるんだっていうので、まあ、自分が結構置いていかれてる感じがしてたんで、すごいなっていうのは感じましたね。やっぱ浸透具合だったり、この1年ですごい浸透してるなっていうのは感じました。で、まあ、僕自身、まあ、サイドバックとして、まあ、もっともっと試合に出たいっていうところと、結果を出して成長したいっていうところで、まあ、チームのこうサッカーの方針であったり、まあ、監督の考え方だったりっていうのはすごく、僕自身に刺さった部分が大きくて、去年山形のチームと何試合か経験して、まあ、試合も見てきた中でビルドアップの形から僕的にはすごくいいなって思えたので、まあ、そこが自分が入ってもっと活性化させられるようなプレーはしたいかなと思います。縦のボールの配球だったり、こう出して入っていったりとか、この自分サイドバックっていうのは攻撃の始まりだと僕は思ってるので、こう自分のが、まあ、ボール持ったところから最後はもう自分がゴール前に入れるぐらいの、この上下動のところだったり、まあ、パスの配球のところとそこからの関わり、まあ、パスだったりクロスのところだったりっていうのはすごく意識しているところであるので、そこが特徴かなと思います。本当に上がるキャンプで、サイドバックを初めてやって、そこからずっとサイドバックやってました。多分僕がまだユースだったので、こう人数的なところでサイドバックがいなくて、でそこで、やることになって、で初めてやってみたのがきっかけですね。初めてやって慣れない部分は多かったんですけど、すごくやってて楽しい部分も多くありましたし、まあ、そういったポジションをこうやれたのはすごく今の自分につながってるので、すごく良かったかなと思います。その時はもうなんかインパクト残そうっていうか、もうなんかチャレ失うもんないから、もうどんどんガツガツやろうと思って、それでやって、まあ結構、まあ、貪欲にできて、それが良かったのかなって思います。レベル高くて、まあ大学とは全然違くて、やっぱ J2 つっても普通にすごいレベル高くて、自分もなんかやれないことばっかりで、練習参加した時に、まあ、面白いっていうか、なんかやりたいなと思って、なんか自分がうまくなれる、絶対うまくなれるなと思って、それでなんか嬉しかったです。攻撃参加で、まあ、自分をサイドでもらって、自分で仕掛けて、クロス上げ切って、それでまあアシストするのが自分の特徴だと思ってるので、そこは負けたくないなと思って、まずは試合に出ることで、あとはまあアシスト5以上したいなと思って。